には3番村上義弘です。初日は番手まくりで勝ち星を挙げたんですが、準決勝はうまくさばいて2着で突っ込んで決勝進出です。今日は2力の組み立て、ここマークは9番の南修理、大阪の南、今季勝ち星ありませんがいい回転力を見せております。そして後方縦の足剣竜の7番山田秀明、あるいは8番石井修理、この両者も不気味な動きを取っていきたいところです。さあまず3番村上義弘がインを切って深谷のラインがすんなり7番手以降に来ました。村上義弘、南修司で先頭です。この後ろからは7番山田秀明や8番石井修司で追走。地元四国勢2番原田健太郎は現在5番手、4番の池田紀明マークで、さあ深谷が7番手から巻き返し上がってきますが、誘導員を外して3番村上もやペースを上げていきます。しかし5番の深谷が早めの巻き返し、1番の浅井光太、6番の有賀隆と、アリが裁かれたか。さあ5番の深谷ができて1番が浅井、村上がうまく3番手に入って、その後ろ9番南です。さあ地元四国勢は後方から原田健太郎、池田紀明まくっていけるのか。深谷が逃げます。そして1番の浅井3番手、村上先に仕掛けるが、1番の浅井がブロックを見せるか。少し2番手絡んでいきますが、2番の原田を巻く、さあ絡んでいきます。直線へ向かって先頭5番車の深谷が押し切るか。もつれの展開、5番の深谷外から7番9番1番突っ込んだが、5番の深谷が粘ったかどうか。
ち星はありませんが、いい回転力を見せております。そして後方縦の足剣竜の7番山田秀明、あるいは8番石井修平、この両者も不気味な動きを取っていきたいところです。さあまず3番村上義弘がインを切って深谷のラインがすんなり7番手以降に来ました。村上義弘、南修二で先頭です。この後ろからは7番山田秀明や8番石井修二で追走。地元四国勢2番原田健太郎は現在5番手、4番の池田紀明マークで、さあ深谷が7番手から巻き返し上がってきますが、誘導員を外して3番村上もやペースを上げていきます。しかし5番の深谷が早めの巻き返し、1番の浅井光太、6番の有賀隆と人気のラインができて少し有賀さばかれたか。さあ5番の深谷ができて1番浅井、村上がうまく3番手に入って、その後ろ9番南です。さあ地元四国勢は後方から原田健太郎、池田の歴まくっていけるのか。深谷が逃げます。そして1番の浅井、3番手から村上先に仕掛けるが、1番の浅井がブロックを見せるか。少し2番手絡んでいきますが、2番の原田をまくってくるが、さあ絡んでいきます。直線向かって先頭5番車の深谷、深谷が押し切るか。もつれの展開、5番の深谷外から7番9番1番突っ込んだが、5番の深谷が粘ったかどうか。かなりもつれて2番手以降、7番の山田や1番の浅井さばかれて、9番の南が内に切り込みました。深谷がこれを尻目に押し切ったかどうか、際どいゴールです。わずかに5番の深谷でしょうか。あとはどうでしょう、さばいた9番南や伸びてきた7番山田秀明、浅井は今日はさばかれて少し伸びをつきました。ゴール前はこの3人の争い、いい勝負です。5番の深谷、7番の山田がよく伸びて、9番の南、この3人の優勝争いです。